谷崎潤一郎作「秘密」「その頃私はある気まぐれな考えから今まで自分の身の回りを包んでいた賑やかな雰囲気を遠ざかっていろいろの関係で交際を続けていた男や 女の県内からひそかに逃れ出ようと思い方々と適当な隠れ家を探し求めた挙句浅草の松葉町編に真言宗の寺のあるのを見つけてようようそこの栗の一間を借り受けることになった新ルの溝へついて菊屋橋から 門石の裏手をまっすぐに行ったところ十二階の下の方のうるさく入り組んだオブスキュアな町の中にその寺はあったご見ための箱を覆したごとくあの辺一帯に広がっている貧民窟の片側に大胆色の土塀の壁が長く続いて いかにも落ち着いた、重々しい、寂しい感じを与える構えであった。私は最初から渋谷だの、大久保だのという郊外へ隠遁するよりも、かえって市内のどこかに人の心つかない不思議な寂れたところがあるであろうと思っていた。ちょうど背の早い谷川のところどころに、 よどんだ縁ができるように下町の雑踏する巷と巷のあわいに挟まりながら極めて特殊の場合か特殊の人でもなければめったに通行しないような閑静な一角がなければなるまいと思っていた同時にまたこんなことも考えてみた。 俺は分旅行好きで京都仙台北海道から九州までも歩いてきたけれどもいまだこの東京の町の中に人形町で生まれて20年来永住している東京の町の中に一度も足を踏み入れたことのないという通りがきっとあるに違いないいや思ったよりたくさんあるに違いない そうして大都会の下町に蜂の巣のごとく工作している大小無数の街路のうち私が通ったことのあるところとないところではどっちが多いかちょいとわからなくなってきた何でも112 11歳の頃であったろう父と一緒に深川の八幡様へ行った時 これから私を渡って冬木の米市で明太のそばをご馳走してやるからな」。こう言って父は私を境内の社殿の後ろの方へ連れて行ったことがあるそこには小砂町や小舟町辺の割り彫りと全くもぎの違った幅の狭い岸の低い 水のいっぱいに膨れ上がっている川が細かく立て込んでいる両岸の家々の軒と軒とを押し分けるようにどんよりと物く流れていた小さな渡し船は川幅よりも長そうなニタリや天馬が幾層も縦に並んでいる間を縫いながら二竿三竿ばかり ちょろちょろとみなこをついて往復していた私はその時までたびたび八幡様へお参りをしたがいまだかつて境内の裏手がどんなになっているか考えてみたことはなかったいつも正面の鳥居の方から社殿を拝むだけでおそらくパノラマの絵のように表ばかりで裏のない 行き止まりの景色のように自然と考えていたのであろう「今目の前にこんな川や渡し場が見えてその先に広い地面が果てしもなく続いている謎のような光景を見るとなんとなく京都や大阪よりももっと東京をかけ離れた夢の中でしばしば出会うことのある 世界のごとく思われた。「それから私は浅草の観音堂の真後ろにはどんな町があったか想像してみたが仲見世の通りから広大な朱塗農堂の田かを望んだ時の有妻ばかりが明瞭に描かれその他の点はとんと頭に浮かばなかった。 だんだん大人になってだだんだん大人になって、世間が広くなるに従い知人の家を訪ねたり花見予算に出かけたり東京市中はくまなく歩いたようであるがいまだに子どもの自分を経験したような不思議な世界へあたりと行き合うことがたびたびあったそういう別世界こそ 身を隠すには屈強であろうと思って、ここかしこといろいろに探し求めてみればみるほど今まで通ったことのない空気が至るところに発見された浅草橋と泉橋は幾度も渡っておきながらその間にある西門橋を渡ったことがない二丁町の子孫座へ行くには いつも電車通りから蕎麦屋の角を右へ曲がったがあの芝居の前をまっすぐに柳森座の方へ出る二三丁ばかりの地面は一度も踏んだ覚えはなかった昔の永代橋の右側に田元から左の方の貸しはどんな具合になっていたかどうもよくわからなかった。 その外八丁堀越前堀三味線堀三野堀の界隈にはまだまだ知らないところがたくさんあるらしかった松葉町のお寺の近辺はそのうちでも一番奇妙な町であったロックと吉良を鼻先に控えてちょいと横丁を一つ曲がったところに寂しい ててたた。ような気を作っっっいるののが非常に私の気に私入ってしまった「今まで自分の無理の親友であった派手な贅沢なそうして平凡な東京というやつを置いてきぼりにして静かにその早朝を傍観しながらこっそり身を隠していられるのが愉快でならなかった」。 陰遁をした目的は別段勉強をするためではないその頃私の神経は歯の擦り切れたヤスリのように鋭敏な角角がすっかり鈍ってよほど色彩の濃い悪どいものに出会わなければ何の環境も湧かなかった微細な感受性の働きを要求する一流の芸術だとか 一流の料理だとかを顔見するのが不可能になっていた下町の行きといわれる茶屋の板前に感心してみたり仁左衛門や鑑次郎の技巧を賞味したりすべてありきたりの都会の歓楽を受けるにはあまり心がすさんでいた「打理許のために」 面白くもないランダな生活を毎日毎日繰り返しているのが耐えられなくなって全然急騰を配達したもの好きなアーティフルなモデルオブライフを見いだして見たかったのである普通の刺激に慣れてしまった神経を古いおののかすような何か不思議な奇怪なことはないであろうか。 現実をかけ離れた野蛮な高等な無限的な空気の中に生息することはできないであろうか。こう思って私の魂は遠くバビロンやアッシリアの古代の伝説の世界にさまよったりコナンドイルや類公の探偵小説を想像したり光線の熾烈な熱帯地方の焦土と 緑を恋しのったりわんぱくな少年時代のエキセントリックな悪儀に憧れたりしたにぎやかな世界から不意に倒壊して行動をただいたずらに秘密にしてみるだけでもすでに一種のミステリアスなロマンティックな色彩を自分の生活に付与することができると思った。 私は秘密というものの面白さを子どもの自分からしみじみと味わっていた。かくれんぼ、宝探し、お茶坊主のような遊戯、ことにそれが闇の晩、薄暗い物置小屋や観音開きの前などで行われる面白みは、主としてその間に秘密という不思議な気分が潜んでいるせいであったに違いない。 私はもう一度幼年時代のかくれんぼうのような気持ちを経験してみたさにわざと人の気の気づかない下町の曖昧なところに身を隠したのであったそのお寺の趣旨が秘密とかまじないとか呪詛とかいうものに縁の深い新婚宗であることも私の好奇心を誘って妄想を 育ませるには格好であった部屋は新しく建て回したコりの一部で南を向いた八丈式の日に焼けて少し茶色がかっている畳がかえって見た目には安らかな暖かい感じを与えた昼過ぎになると穏やかな秋の日が元灯のごとく赤々と縁側の障子に燃えて 室内は大きなぼりのように明るかった。それから私は今まで親しんでいた哲学や芸術に関する書類を一切戸棚へ片づけてしまって「魔術だの」「催眠術だの」「探偵小説だの」「科学だの」「解剖学」だのの奇怪な説話と 写絵に富んでいる書物をさながら土曜星のごとく部屋中へ置き散らして寝転びながら手当たり次第に繰り広げては単独したここの住職が隠していた地獄極楽の図をはじめ「趣味ン図」だの「涅槃図」だのいろいろの古い仏画を敷いてこん棒して ちょうど学校の教演室にかかっている地図のようにところ嫌わず部屋の紙壁へぶら下げてみた床の間の道路からは四十紫色の甲の煙がまっすぐに静かに立ち上って明るい暖かい室内を抱きしめていた私は時々木小屋橋際の店へ行って白檀や 人工を買ってきてはそれをくべた天気の良い日キラキラとした真昼の光線がいっぱいに障子へ当たるときの室内は目の覚めるような相関を呈した絢爛な色彩の古河の書物羅漢、ビク、ビクに乳母足、乳い、井、象、獅子、麒麟などが 私壁の私服から豊かな光の中に泳ぎ出す畳の上に投げ出された無数の書物からは惨殺麻酔麻薬幼女宗教種々雑多の界隈が香の煙に溶け込んで朦朧と立ち込める中に二畳ばかりの紐線を敷き どんよりとした万人のような瞳を据えて寝転んだまま私は毎日毎日幻覚を胸に描いた夜の九時頃寺の者がだいたい寝静まってしまうとウイスキーの角瓶をあおって酔いを買った後勝手に縁側の雨戸を引き出し墓地の生け垣を乗り越えて 散歩に出かけた。なるべく人目に引っかからぬように毎晩服装を取り替えて公園の雑踏の中をくぐって歩いたり古道具屋や古本屋の店先をあさり回ったりした放かむりに登山の斑点を引っかけきれいに磨いた素足へつばにを刺してセッたを履くこともあった。 金縁のの色眼鏡に二重回しの襟を立てて出ることもあった。つけひげほくろあざといろいろに面体を変えるのを面白がったがある晩さみぜんりの古着屋で愛事に大小あられの消文を散らした女物の合わせが目についてから急にそれが着てみたくてたまらなくなった。 私は衣服反物に対して単に色合いが良いとか柄が粋だとか言う以外にもっと深く鋭い愛着心を持っていた女物に限らず述べて美しい絹物を見たり触れたりするときはなんとなく食らいつきたくなってちょうど恋人の 肌の色を眺めるような快感の好調に達することがたびたびであったことに私の大好きなお飯やちりめんを世間はばからず欲しいままに着飾ることのできる女の境遇を妬ましく思うことさえあったあの古着屋の店にだらりと生々しく下がっている正門ちりめんの襟 あのしっとりした重たい冷たいキレが粘つくように肉体を包む時の心よさを思うと私は思わず戦慄したあの着物を着て女の姿で往来を歩いてみたいこう思って私は一も二もなくそれを買う気になりついでに友禅の長寿番や黒ちりめんの 羽織まで取りそろえた大柄の女が着たものと見えて小男の私には寸法もうってつけであった夜が更けてガランとした寺中がひっそりした自分。私はひそかに兄弟に向かって化粧を始めた黄色い生地の花柱へまずべっとりと 練りおしろいをなすりつけた瞬間の要望は少しグロデスクに見えたが濃い白い粘液を平手で顔中へまんべんなく押し広げると思ったよりもノリがよく甘い匂いのヒヤヒヤとしたつゆが毛穴へしみいる皮膚の喜びは格別であった紅やトノコを塗るに従って石膏のごとく ただ真っ白であった私の顔がはつらつとした生殖ある女の層に変わってゆく面白さ。文史や画家の芸術よりも俳優や芸者や一般の女が日常自分の体の肉を材料として試みている化粧の技巧の方がはるかに興味の多いことを知って 長襦袢、半襟、腰巻き、それからちゅっちょとなるもみうらのたもと、私の肉体はすべて普通の女の皮膚が味わうと同等の食感を与えられ、襟足から手首まで白く塗って、胃腸返しのかつらの上におこそずきんをかぶり、思い切って往来の夜道へ紛れ込んでみた。 雨曇りの薄暗い晩であった。先足町、清澄町、竜泉寺、あの辺一帯の溝の多い寂しい町をしばらくさまよってみたが、交番の巡査も通行人も一向気がつかないようであった。甘皮を一枚貼ったように、パサパサ乾いている顔の上を、 かが冷ややかになでてゆく。口元を覆っている頭筋の切れが息のために厚く潤って歩くたびに長いちりめんの腰巻きのすそはじゃれるように足へもつれるみぞおちからあばらの辺をかたく締めつけている丸帯と骨盤の上をくくっている 仕事の加減で私の体の血管には自然と女のような血が流れ始め男らしい気分や姿勢はだんだんとなくなっていくようであった友禅の袖の影からおしろいを塗った手を突き出してみると強い頑丈な線が闇の中に消えて白くふっくらと 柔らかに浮き出ている私は自分で自分の手の美しさに惚れ惚れとしたこのような美しい手を実際に持っている女というものが羨ましく感じられた芝居の弁天小僧のようにこういう姿をしてさまざまな罪を犯したならば どんなに面白いであろう探偵小説や犯罪小説の読者を死を喜ばせる秘密疑惑の気分に彷彿とした心持ちで私は次第に人通りの多い公園のロックの方へ歩みを運んだそうして殺人とか強盗とか 何か非常な残忍な悪事を働いた人間のように自分を思い込むことができた十二階の前から池の右輪についてオペラ館の四つ角へ出るとイルミネーションとアーク灯の光が厚化粧をした私の顔にキラキラと光って着物の色合いやしまめがはっきりと読める。 時業の前へ来た時突き当たりの写真屋の玄関の丘が見えぞろぞろ脱刀する群衆の中に混じって立派に女と化けをおせた私の姿が映っていたこってり塗りつけたおしろいの下に男という秘密がことごとく隠されて目つきも口つきも女のように動き 女のよううに笑おうとする。甘い返納の匂いとささやくような絹ずれの音を立てて私の前後をすれ違う幾人の女の群れも皆私を同類と認めて怪しまないそうしてその女たちの中には私の優雅な顔のつくりと古風な衣装の好みと 羨ましそうに見ているものもあるいつも見慣れている公園の夜の早朝も秘密を持っている私の目には極めて新しかったどこへ行っても何を見ても初めて接するもののように珍しく奇妙であった人間の瞳を欺き伝統の光を欺いて 農園なおしろいとちりめんの衣装の下に自分を潜ませながら秘密の帳を一枚隔てて眺めるためにおそらく平凡な現実が夢のような不思議な色彩を施されるのであろうそれから私は毎晩のようにこの仮装を続けて時とすると宮戸座の立ち見や 活動写真の見物の間へ平気で割って入るようになった寺へ帰るのは12時近くであったが座敷に上がると早速空気ランプをつけて疲れた体の衣装をもどかず毛線の上へぐったりいやらしく寝崩れたまま残り惜しそうにちりめんな着物の色を眺めたり 袖口をチャラチャラと振ってみたりしたはけかかったおしろいがきめの荒いたるんだほうの皮へしみついているのを鏡にうつして凝視していると廃滞した快感が古いぶどう酒の酔いのように魂をそそった地獄極楽の図を背景にしてけばけばしい長襦袢のまま 遊女のごとくなよなよと布団の上へはらばって例の機械な書物のページを夜ふくるまで翻すこともあった次第に紛争もうまくなり大胆にもなって物好きな連想をかもさせるために合口だの麻酔薬たのを帯の間へ挟んでは外出した犯罪を行わずに 犯罪に付随している美しいロマンティックの匂いだけを十分に嗅いでみたかったのであるそうして一週間ばかり過ぎたある晩のこと私は図らずも不思議な因縁からもっと機械なもっとものづきそうなそしてもっと神秘な事件の短所に出くわした その晩私はいつもよりも多量にウイスキーを煽って三遊間の2階の貴賓席に上がり込んでいた何でももう十時近くであったろう恐ろしく混んでいる城内は霧のような濁った空気に満たされて黒く黙々と固まって春動している群衆の生暖かい一息れが 顔のおしろいを腐らせるように漂っていた暗中にシャキシャキきしみながら目まぐるしく展開してゆく映画の光線のグリグリと瞳を刺すたびごとに私の酔った頭は割れるようにたんだ時々映画が消えてパッと電灯がつくと谷底から湧き上がる雲のように 下の群衆の頭の上を浮動しているタバコの煙の間を透かして私はまぶかいおこそずきんの賭けから城内にあふれている人々の顔を見回したそうして私の旧式なずきんの姿を珍しそうにうかがっている男や粋な着付けの色合いを物欲しそうに盗み見ている女の多いのを 心ひそかに得意としていた見物の女のうちでいでたちの異様な点から様子のあだっぽい点からないし器量の点からも私ほど人の目についたものはないらしかった初めは誰もいなかったはずの貴賓席の私のそばの椅子が。 いつの間にか塞がったのかよくは知らないが、二三度目に再び伝統がともされたとき、私の左隣に二人の男女が腰をかけているのに気がついた。女は二十二三と見えるが、その日六七にもなるであろう。髪を三つ輪に打って、送信をお飯の空色のマントに包み、くっきりと 水の滴るような鮮やかな美貌ばかりをこれ見よがしにあらわにしている芸者とも令嬢とも判断のつきかねるところはあるが連れの紳士の態度から押して仇の細君ではないらしいアレーテドラットラストと女はここへでフィルムの上に現れた 説明書を読み上げてトルコ巻きの MCC の香りの高い煙を私の顔に吹きつけながら指にはめている宝石よりも鋭く輝く大きい瞳を闇の中できらりと私の方へ注いだ荒れやかな姿に似わぬ太棹の師匠のようなしわがれた声 その声は紛れもない。私が23年前に上海へ旅行する航海の途中ふとしたことから気仙の中でしばらく関係を結んでいた T 女であった。